Adobe Max のパビリオンに来ています。クリエイトっていうのは Adobe が発行している、ユーザー向けの、まあ、ウェブマガジンみたいなものなんですけれども、これが企画している、顔へのプロジェクションマッピングのサービス、これが大人気で、今あの Day 3の、何時だろう、9時半オープンだったんですけれども、もう長蛇の列ができてしまっています。早速体験してみますので、その様子をお届けします。体験が終わりました。これ昨日はすごい一番人気があるあのブースで、2時間待ちだったので諦めたんですけど、今朝は朝早く来たので、無事に終えました。でさっきちょっと話を聞いたら、撮影自体はソニーの 4K カメラを使っていて、それで、まず赤外線キネクトとフェイスディテクションの、センサーを使って、まあ、赤外線のセンサーを使ってこの顔の凹凸を取って、でこう輪郭を正確にこう認識させた上でプロジェクションマッピングを行うという仕組みだそうです。だからちょっと iPhone X の、Face ID True Depth カメラのシステムを使うと、まあ、照射はできないんですけど、まあ、こういう顔の輪郭の正確な認識をした上でそこに何かエフェクトをかけるみたいなことはできるようになるんじゃないかなと思います。でちょっと顔が動いちゃってる人はそのマッピングがずれたりとかしているので、もう顔の場所を正確に認識してそこに決め打ちで光を当てるっていうような仕組みのようです。じゃあ、出来上がった映像をご覧ください。